始皇帝の暗殺未遂は古代中国の歴史書、記・戦国作などに語られる始皇帝の暗殺未遂となった事件である。六国を滅ぼして中華を統一した始皇帝は六国の残党の恨みを買い、生涯で四度生命の危機にあった。一度目は新王時代、二度目以降は皇帝時代に起きている。中でも一度目の燕の経過の暗殺未遂と回目の 漢の長領の暗殺未遂が有名である。中国語圏では、経過座死神、または経過座死神王という名前の古事として知られる。縁は弱小な国であった。太子丹はかつて人質として、蝶の簡単で過ごし、同じ境遇の生と親しかった。生が神王になると丹は旗の人質となり12年間、海洋に住んだ。この頃、 彼に対する旗の扱いは礼に欠けたものになっていた。ツバメタンコと優勝によると、帰国の希望を述べたにに、旗王星は、カラスの頭が白くなり、馬に角が生えたら、返そうと言った。ありえないことににが探索すると、白い頭のカラスと角が生えた馬が現れた。やむなく、旗王星は、帰国を許したという。タンは旗に対し深い恨みを抱くようになった。 両国の間にあった長が滅ぶと、旗は幾度となく、ツバメを攻め、ツバメは武力では立ち打ちできなかった。タグは非常の手段である暗殺計画を練り、経過という資格に白羽の矢を立てた。経過は英の人であった。読書と剣術を好んで修行、日々酒を組み交わし、若くして諸国を放浪して遊説術を学んでいた。経過は、 諸国の旅から英に帰国した後に官僚を志して、守るの君主である元君に越見し、旅で学んだ遊説術に基づいた国家議論を大いに述べたが、元君は全く聞き入れなかった。こうして経過は挫折しそれ、以来有興に目を投じた。ある時に剣術論のことで、里市外長というものと言い争って喧嘩になりかけたが、 里市街ガがケイカを睨むとケイカはすぐに退散した。また簡単を訪れた時、六白の規定をめぐって、露光線というものと喧嘩になりかけたが、露光線が凄んでケイカに対して大声を出すとケイカはすぐに退散した。こうしてケイカは臆病者と笑われたが、ケイカはいたずらに些細なことで命を落とす危険を犯すことはしなかった。その後、ツバメに入り、 一人の犬殺人と、高前里という地区をよく奏でる者と親しく付き合った。縁の死に行っては酒を飲み酔いしれ、高前里の地区の伴奏で、市中で歌い楽しみ、やがては泣き始めるというありさまは、あたかも周りに誰も存在しないかのようであった。酒飲みと付き合う状況でも経過は、読書を好み、各地の賢人や豪傑、吾徳者たちと、愛結び。 やがて当地の実力者の伝校に品格として訓された。生に対して資格を送ることを考えたには伝校に相談し、伝校は経過を推挙した。丹が帰る時に、このことはご内密にと言ったことで、伝校は経過に話を告げた後で、大使に疑念を持たせたのは、私の不徳のなすところだと、自ら首をはねた。資格の依頼を受けた経過は、 用心部改正に越見するための策を考えた。その策とは、一つが、縁でも最も肥沃な土地である特攻を差し出すこと。もう一つが、元は、旗の将軍で、生が提案した軍の少数精鋭化に対しいさめたために、生の怒りに触れ一族を処刑され、燕へ逃亡してきていた、半沖の首を差し出すこと。これをすれば、 生も喜んで経過に会うだろうと二に,に提案するが、丹は、領地活情はともかく、自分たちを頼って逃げてきた人間を殺すことは、できないと断った。彼の苦悩を思っぱかった経過は、直接、半置きに会い、褒美のかかっているあなたの首を手土産に、私が、新王にうまく近づき殺すことができたならば、きっと無念も恥も注ぐことができるでしょうと頼んだところ、半置きは復讐のために、 これを承知して自粉し、己の首を経過に与えた。丹は暗殺に使うための鋭い愛口を天下に求め、ついに古代中国の越国にいた伝説的な闘商女婦人の愛口を百均を出して手に入れた。この皮腫に毒で焼きを入れさせ死刑囚で試し切りを行ったところ、切られて死なぬ者はいなかった。紀元前227年、丹は資角の相棒として、 旗舞踊というものを経過につけようとした。旗舞踊は13歳で人を殺し、創始として有名であったが、経過は、旗舞踊のことを頼りにならぬ赤像だと見抜き、遠くに住む旧友を同行者に加えようと待機していた。しかしたんが、経過の出発をたびたびせかし、おじけづいたのではないかと疑い始めたため、経過は仕方なく旗舞踊を連れて出発することに決めた。 やがて出発の日が訪れる。フンをはじめ、事情を知る、見送りの者はすべて、模服とされる、白装束をまとい、液水のほとりまで、経家たちに突き従った。彼らはすべて、涙を流し、経家の親友の甲前里は地区を奏でて見送った。この時に、経家が生還を起さない覚悟を読んだという宿は、四季の中で最も有名な場面の一つされる。これを聞いたたちは、 誰もが、感情の高ぶりのあまりに凄まじい競争となった。そして、慶イは車に乗って去り、ついに後ろを振り向くことはなかった。逃げる、新王星と襲いかかる慶イ中央上に伏せる者は、旗舞踊、下は、半沖の首。竹志誇ら石室。旗王星二十年、慶イは、旗舞踊を共に連れ、特攻の地図と旗の裏ギリシャの半沖の首を携えて、 旗王星への越見に臨んだ。旗舞踊は手にした地図の箱を差し出そうとしたが、恐れをののき心王になかなか近づけなかった。慶イは、友は、天使の意向を前に目を向けられないのですと言いつつ、進み出て、地図と首が入る二つの箱を持ち進み出た。受け取った、旗王星が、巻物の地図を紐解くと、中に隠していた合口が、最後に現れ、ケイはそれをひったくり、 はた王星へ襲いかかった。はた王星は身をかわし逃げまどったが、御神用の長剣を抜くのに手間取った。宮殿の官僚たちは、武器所持を、この衛兵は許可なく天井に登ることを、旗の法によって厳しく禁じられ、大声を出すほかなかった。しかし、獣医の夏無かが投げた薬袋が経過に当たり、剣を背負うよう叫ぶ進化のことに、はた王星はやっと剣を手にし、 経過を切り伏せた。二人の偽りの死者は処刑された。旗王星は激怒し、ツバメへの総攻撃を仕掛けた。暗殺未遂の翌年には、黒と麻美を落とした。経過の血縁をすべて殺害しても怒りは沈まらず、ついには町の住民全員も虐殺された。その後の戦いも新軍は圧倒し、両党に逃れた縁王期は二の支給を届けて、 和睦を願ったが聞き入れられなかった。経過と非常に親しい間柄だった。高善理は地区の名手であった。縁の滅亡後に身を隠していたが、地区の演奏が知られ、始皇帝にまで聞こえ召し出された。ところが経過との関係が露呈してしまった。この時は腕前が惜しまれ、目をつぶされることで処刑を免れた。こうして始皇帝の前で演奏するようになったが、復讐を志していた。 孔前李は地区に鉛界を仕込み、それを振りかざして、始皇帝を撃ち殺そうとした。しかしそれは空振りに終わり、孔前李は処刑された。この後、始皇帝は滅ぼした国に仕えた人間を近づけないようにした。長領の祖父の長海一は、漢の将校、先慶王、女王の小国を務め、父の長大らは、おさむ王、漢慶王の小国を務めていた。 式作院では、その祖先は、漢の皇族であり、周王室と同じ姫姓であったが、旗による、俗探索から逃れるために、長子に改名したことになっている。父の長代らが死んでから二十年が経った後、旗が漢を滅ぼした。その時にはまだ長領は年若く、漢についていなかった。菅が滅びたのは、紀元前百三十年で、普通2十歳にもなれば成人であり、 父が死ぬ間際に生まれたわけでなければ、長寮も官位についているはずである。しかし、滅亡寸前の国なので、20歳を過ぎて、なお官につけなかったということもあり得るため、藩が滅亡した時点で20代前半とも考えられる。また、紅白よりも年下との記述がある。祖国を滅ぼされた長寮は、復讐を誓い、全財産を売り払って、復讐の資金とした。 弟が死んでも、費用を惜しんで葬式を出さなかったという。長寮は同志を求めて東へ旅をし、倉海君という人物に出会い、その人物と話し合って屈強な力士を借り受けた。紀元前218年、第二回巡遊で一行が、陽武市近郊の広城郎という場所を通っていたとき、突然120金の鉄水が飛来した。これは別の車を砕き、始皇帝は無傷だった。 この事件は、滅んだ漢の貴族だった長領が死亡し、怪力の勇士を雇い投げつけたものだった。始皇帝は自らを暗殺しようとしたものに怒り、全国に触れを回して捕らえようとした。そこで長領は偽名を使って、下避に隠れた。始皇31年、始皇帝が4人の武人だけを連れたお忍びの夜間外出を行った際、ランチという場所で盗賊が一行を襲撃した。 この時には取り押さえに成功し、ことなきを得た。さらに20日間にわたり、捜査が行われた。ありがとうございます。